スマートコンフィグレータ機能、ルネサス製ボード用にソフトウェアコンポーネントを簡単に選択。ルネサス製ボードは、ルネサスマイコンを使用したアプリケーション開発を行うためのさまざまな機能を搭載しています。ユーザーのアプリケーション開発をサポートするため、スマートコンフィグレータでは、 これらのボードの各機能に適したソフトウェアを選択する機能を新たに追加しました。この動画では、ルネサススターターキットプラス4 RX671 を使用して、新機能について紹介します。まずは eSquare Studio で RX スマートコンフィグレーター用のプロジェクトを作成し、ルネサススターターキットプラス4 RX671 を選択してください。 スマートコンフィグレータープロジェクトの作成方法については概要欄のリンクを参照してくださいプロジェクトが作成されたらボードページにフィーチャーセレクション一覧表が表示されますフィーチャーズの欄には開発ボードでサポートされている機能を表示しますそれに対応するコンポーネント欄には該当するソフトウェアが表示されます ボードの機能を使用するには、Add ボタンをクリックしてください。適切なソフトウェアコンポーネントと関連コンポーネントがプロジェクトの中に追加されます。矢印をクリックすると、追加されたコンポーネントの詳細設定を行うことができます。ここで、追加されたコンポーネントと関連コンポーネントが表示されていることがわかります。追加されたコンポーネントには、 いくつかの基本的的な設定が自動的に行われますボードの回路図に合わせて、端子機能も割り当てます。リムーブボタンをクリックすると、ソフトウェアコンポーネントと関連コンポーネントを削除できます。アプリケーションヘッダーは、ルネサスのアプリケーションデバイスとの接続や MCU の端子を簡単にアクセスするために使用できます。 アプリケーションヘッダーに追加できるコンポーネントの制限はありません。アプリケーションヘッダー端子に接続できる機能を持つコンポーネントを自由に追加することができます。詳細については、ユーザーズマニュアルをご覧ください。このように、スマートコンフィグレーターの新機能は、特定の開発ボードの機能に適したソフトウェアコンポーネントを選択するのに役立ちます。 プロジェクトの初期開発期間が短縮され、より迅速にプログラミング工程に移行することができます。